ここね、ここ絶対言わなきゃいけないとこですよね。2分29ぐらい9分9ぐらいストップです。2分28秒ぐらいからの私ひらほをキラリンたまちゃんが校庭で走り出すところ、ここ皆さん違和感ありますよね、きっと。そうなんですどうなんです、日向坂46一足がね速くないと言われている平尾先生、なんと先頭切って走っているんですよかっこいい、めっちゃかっこいいですよね、はい、かっこいい。これにはちょっとからくりがございまして、はい、からくりがございまして、はい、用意スタートのこのスタートする位置からもうねこの関係が作られているんです実は、はい、実はスタートの段階で平尾先生は、うん、5メートルぐらい先にいてそこでスタートしました。はい、結構ね距離あるよね。そうなんです、3人と1人みたいな。でも、うん、ここ最初本当に走り出しなんですけど、うん、すぐに追い越されましたよ。あお、はい、平尾先生すぐに追い越されちゃいました、はい、でも頑張ってて可愛かったです。可愛いですね、はい、でも言ってたかも、ほのほの本当言ってた、なんかいっぱいあの距離取ってくれたのに抜かされたんだよねみたいな言ってた気がするそう最初ね一列だったの、うん、あそう最初一列で走ったんやけど、うん、うーんってなって5メートルのハンデがつきました。そうなの、先陣切ってます。切ってます、かっこいい。でも嬉しそうだからね、私たちも嬉しい、うん、本当にね、みんな笑顔で走ってるよ。そう